コンティコーヒ、ピエール・ミニャール工房制作、1688年頃、マリー・テレーズ・ド・ブルボンは、ブルボン朝、フランス王家の一員。コンデ公、ルイ2世の孫娘で、コンティ公、フランソワ・ルイの妻である。娘時代は、ブルボン姫の儀礼称号で呼ばれたが、結婚後は、コンティ公妃と称された。コンデ公、アンリ3世ジュールとその妻で、プファルツ・ジンメルン公、エドゥアルトの娘であるアンヌ・ド・バビエールの間の第一子、長女として、パリのオテル・ド・コンデで生まれた。洗礼名は、ルイ14世の王妃マリー・テレーズ・ド・オトリッシュにちなんで、付けられた。最初、遠縁で40歳近く年上のカリニャーノ公、エマヌエーレ・フィリベルトとの縁談があったが、カリニャーノ公がブルボン姫との結婚を通じて、本家筋のサボイア公、ヴィットーリオ・アメデオ2世から家督を奪う野心があると、察知したルイ14世が破談にした。1688年1月22日に、ベルサイユ宮殿の付属礼拝堂において、14子にあたるコンティ公、フランソワ・ルイと結婚した。マリー・テレーズは夫を熱愛したが、コンティ公の関心は家庭外にあった。コンティ公はマリー・テレーズの弟コンデ公、ルイ3世の妻であるルイーズ・フランソワーズに手を出した。ほか、男色趣味の持ち主でもあり、妻にさしたる興味を感じなかった。夫はスイスのヌーシャテル公領の相続請求を行ったり、1697年には、ポーランドの国王選挙に出馬して、王冠の獲得を狙うなどしたが、いずれも失敗に終わった。夫や子供たちと幸福な家庭生活を築けなかったマリー・テレーズは、持ち城の一つ、リスルアダンの城館で孤独に暮らした。物静かで信心深く、妹のメーヌ号、ルイ・オーギュスト夫人ルイーズ、ベネディクトのように政治的な野心も持たない、コンティ公妃は、ベルサイユの宮廷人たちから慕われていた。母方のジュシュク母にあたるオルレアン公フィリップ一世夫人、エリザベート・シャルロットは、マリー・テレーズについて、次のような人物評を残している。公妃は、コンデ親王家の一族の中では唯一気立ての良い人である。きっと、ドイツ人の血が流れているので、ドイツ人気質を受け継いだのだろう。小柄で、左右の足の長さが、やや違うようだが、ビッコではない。父親譲りの美しい目の持ち主である。目以外は取り立てて、美しいわけではないが、諸芸に通じていて、敬虔な人柄である。彼女が夫に苦しめられている様は誰しも同情を禁じ得ない。1706年に夫と死別した後、マリー・テレーズは、コンティ親王家の持ち城の大規模な改修工事に乗り出し、手始めにセーヌ川左岸のオテル・ド・コンテに、次にその近くに立つオテル・ド・セニュレに手を入れた。公妃は、この改装工事を、宮廷の主席建築家だったロベール・ド・コットに依頼した。1732年、オテル・ド・コンテで世を去った。夫との間に7人の子女を設けた。ウィキメディアコモンズには、マリエ・テレーズ・デ・バーボンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。